タップで。はい、旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそう。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの朝さに号で、私は私はあなたから旅立ちます。あなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。こんな形で終わることしかできない。私を許してください。8時ちょうどの暑さ2号で、私は私はあなたから旅立ちます。できない私を許してください。